です。今回なんですけれども、外壁とか玄関などの外のですね、頑固な汚れがちょっと実は友人のところでありまして、それを清掃するという企画になります。で、このチャンネルって、普通の清掃系 YouTuber みたいに、なんか家にあるスポンジとかでこうやるんですよみたいなのはあんまりやってないです。そういうのはね、そういう方たちにですね、お任せして、もう僕はもう完全に趣味に走ってるので、もう高圧洗浄機とか、まあなんかぐるぐる回る機械とか、そういうのを駆使して、面白くですね、お掃除をお見せするというようなコンセプトでやっています。以前からですね、外壁系高圧洗浄機で掃除してるんですが、やっぱり水だけだと、黒じみとか、なんか落ちきらないんですよね。なので今日はちょっと秘密兵器の最強なのかわかんないですけれども、めちゃめちゃ人気のある洗剤をですね1個買ってきて、それと今まで僕が使ってるような、まあ、メカたちを組み合わせて、今日はめちゃめちゃ汚れている、主に玄関周りのもう本当に真っ黒になっているところをね、清掃していこうと思いますので、ぜひですね、まあそんなに高い機械とかは出てこないので、皆さん参考にしていただければなと思いますので、早速ですね現場に移動をしていきます。今日ですね、メインで洗っていくのが、ちょっと他のところも少しやろうかなと思ってるんですが、この玄関の床ですね、結構汚れてると思うんですが、これをですね普通に洗うだけじゃね、落ちないんですよね。なのでこれを、はい、こちら見たことありますかね、30セカンズっていう、これね、なんかめちゃめちゃ有名なメーカーの外壁用の洗剤らしくて、外壁用洗剤世界シェアなんか7割とか取ってる、まあめちゃめちゃ世界的に人気がある洗剤らしいんですよね。製造方法に関しては、まあ実際僕今からお見せしますので、順番にですね、参考にしていただければと思うのですが、こうですね、まあ大体あるものは全部網羅してるのかな、みたいな感じ。黒ずみ、カビとかさ。そういうのもできると。あと混ぜるな危険なので。これをですね、いきなり巻くんじゃなくて、まず高圧洗浄でここ洗ってきますので、順番にお見せします。じゃあ行きまーす。こういう角ね、跳ねるんですよね。はい、これでね。あ、これは気持ちいいやつだね。ちなみにこの高圧洗浄機ね、マキタのバッテリー搭載できるやつなんですけど、めっちゃ僕こういうのレビューしてるんですが、かなりかなりおすすめです。これはは、い、次はですね、洗剤の出番です。普通に巻いてきます。まあ、全体的にまんべんなく巻いていきます。すごい漂白剤の匂いがする。で、次が秘密兵器の登場です。これだ。これ。もうこれ、僕のチャンネルっぽいんですけど、こういう機械大好きなんですよね。これ何なのかというと、昔ショップジャパンでね、結構流行ったターボプロだったんですけど、それのパクリ製品みたいな感じです。アマゾンで売ってて。まあ、回る。だから、この次の工程って基本デッキブラシで擦るって工程なんですけど、まあ、これを使うことでめっちゃ楽に擦ることができますよっていう感じです。じゃあやっていきます。ほら、楽。ただね、すごいこっちに行きたくなる。こっちに行きたがるから。これで擦っていく。ちょっと汚れてるからね。ところが汚れ気味ですよね。さあ、果たしてどれくらい汚れが落ちていくのか、すごい楽しみな感じでございます。さあ、今のところはめっちゃすっきり取れたっていう感じではないですよね、こういうのこと。はい、ちょっと片手だときついので、ここを一回両手でやります。洗剤をどんどん落としていこうと思います。うわ、めっちゃ綺麗。
すげえ綺麗になるね。汚れてるね。はい、今ですね、一通り清掃が終わりました。こんな感じですね。まあこの辺のせい全然綺麗に、また、まあ完璧かと言われるとちょっと残ってっかなっていう感じなんですけれども、それでもねやっぱり洗剤を、まあこの洗剤ですねを使ってやるとですね、いいね、全体的に白くなって色合いも良くなったなっていう感じはしますので、まあこれは結構やっぱおすすめ、人気があるだけあってね、おすすめですよね。でこの後ね、カビとかも生えづらくなるそうです。てかめっちゃ漂白剤の匂いするので、まあこんな感じでですね、活用していただければですね、こういう外壁とか、こういう階段とか、まあ簡単にですね、お掃除することができると思います。今回ね、あくまでも高圧洗浄機とか使ったんですけれども、まあ別になくても大丈夫だと思います。ホースと、あとはデッキブラシを使って同じことはやることはできると思いますので、はい、ぜひ試していただければと思います。ではですね、この動画参考になった方は、いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあまた。